んて堅苦しい町なんだ。男女間の会話もそうだけど、あれしちゃいけない、これしちゃいけないっていうのが多いわね。やっぱり人は心のままに生きるってのが一番だぜ。でも、みんなが勝手に生きてたら困ります。やっぱり我慢も必要ですよ。まあ、ほどほどにってことよね。そういうのが一番難しいんだけど。何も覚えてないってよくわかったな。以前、ワルトゥの暗示にかかった人たちを元に戻した時も、操られていた間の記憶がなかったからな。この家の旦那は、祭司の言葉で暗示を解かれたよね。フォルスの暗示を解くためにワルトゥが用意した協力者は、祭司だったというわけだな。暗示を解く鍵は、音ではなくて言葉だったみたいですね。じゃあ、その祭司さんのところにリフトを動かす謎々の答えを聞きに行こう。祭司が暗示を解く鍵となる言葉を知ってるはずだわ。祭司さんはきっと聖殿だよ。急ごう。祭司に会って暗示を解く言葉を聞き出すんだ。出かけていなければ聖殿にいるだろう。あんたに聞きたいことがある。去りなさい。そうはいかないよ。祭司さんがワルトゥの協力者だってことはお見通しなんだからね。去りなさい。俺たちは急いでるんだ。さっさとリフトの管理人さんの暗示を解く言葉が何か教えやがれ。去りなさい。まさかこの祭司まで操られているのか。おそらくこの祭司は町の他の男たちとは別のきっかけで暗示をかけられている。じゃあそれを探して祭司の暗示を解けばいいんだな。いや、暗示を与えられている間のことは一切記憶に残らない。さっきの男もそうだったろう。祭司が正気に戻ればどんな言葉が町の男たちに暗示を与えるきっかけになったかわからなくなる。それじゃあリフトを動かすことはできないってこと？ちくしょう。これじゃ町の中を探し回った意味がないぜ。答えは必ずあるんだ。探せば見つかるはずだ。きっと近くにある。そうですよね。暗示をかけられた人は単純な会話しかできないわけですから。操られた祭司様が町の人たちの暗示を解く役目を担っているのなら、その答えは祭司様が口にしても怪しく思われない言葉だと思うんです。ああ、きっとそうだ。この中を捜査隊だ。暗示を解く鍵となるもの、手がかりは何かないのか。祭司が口にしてもおかしくない言葉、それがこの聖殿のどこかにあるはずだ。これは初めて見る文字だ。古代カレギア文字で操縦聖典と書いてあるわ。読めるの？大体はね。複雑な文章は無理だけど、単純なのは占いにも使われてるから。しおりが挟んであるけど、このページ、我ら青き海、青き空、青き都市に生まれん。愛しき海、愛しき空、かの海と空守り伝えん。読んではいけない。出て行きなさい。おいおい、いいのかよ。気絶させただけだ。答えの目星がついたからな。祭司がヒルダの言葉に反応したのと関係あるのか。祭司はヒルダの邪魔をしようとした。おそらくヒルダが読んだ言葉の中に暗示を解く鍵があるはずだ。さっきのおばさんは一言って言ってたわ。ということは今の一節の中に答えがあるはずってことね。管理人のところへ急ごう。その前に祭司様を手伝ったご家族の方に、祭司様が何か言ってなかったかを聞けば答えがわかるかもしれません。わかった。暗示を解いた時に祭司が言った言葉を聞いていないか調べてみよう。祭司様の暗示は解かなくていいの？さっきも言ったが、ワルトゥは自分の痕跡を全て消していく。おそらく祭司の暗示も何らかの手段で解けるようにしているはずだ。聖典の一節に暗示を解く言葉があるはずだ。
問題はどの言葉かだが、町の人に話を聞いてみようよ。操縦聖典をそのまま読んだってダメよ。暗示に使われた言葉を特定しないと。町の人がその言葉を耳にしてるかもしれない。そいつを聞き出すしかねえぜ。もう一度町の人に話を聞きに行こうよ。あんたたちはリフトで港に行きたいんだ。動かしてくれるか。ああ、そういやさっき来てたっけな。荷物は運び終わったから乗せてやるや。やったね。それじゃ俺は先に行ってリフトを動かしてるからな。早くリフトで港へ降りて王の盾を追いかけようぜ。ああ。管理人の暗示は解けたんだ。もうリフトは動くぞ。港へ降りよう。リフトってすごいね。どんな仕掛けで動いてるのかな。蒸気の力を歯車に伝えて、それでワイヤーを動かしリフトを引っ張り上げているんだろうな。半端じゃないな。海のそばからこんな高いところまで運んじまうなんて、まさに五つ星だぜ。動かしてはならない。私は一体。あれ、暗示が解けたみたいだよ。きっとリフトの音がサイス様の暗示を解く音だったんだわ。そっか、サイス様が管理人さんの暗示を解けばリフトが動くもんね。おそらくサイスは一定の時間が過ぎると管理人の暗示を解くように暗示をかけられていたのだろう。そうね。それなら全ての証拠は消えてなくなる。さすがは姿勢。よっしゃ、急ごうぜ。さらわれた人たちがバルカへ連れて行かれちまう前に。今度ばかりはワルトゥーとの直接対決も避けられないかもしれない。気を引き締めて言うぞ。ああ、絶対に姉貴たちを助けてみせるぜ。間に合ってくれ、クレア。早く港へ行こう。女の子たちはまだそこにいるよ、きっと。姉貴、間に合ってくれ。港へ行きましょう。早くしないと船が出てしまいます。